こんにちは、サンロードの花園です。今日はパンコーナーよりお伝えいたします。本日はこちら、じゃん、カステラです。美味しいですよね。こちらの美味しいカステラにですね、あるひと手間加えますと、より一層美味しくお召し上がりいただけます。本日はそちらの方法をご紹介したいと思います。ただいまツイッターで話題沸騰中ですので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。まずはですね、ボウルに卵と牛乳入れていただいて溶いてください。フレンチトーストを作る要領と同じですね。ただ砂糖はですね、カステラの方にすでに使われておりますので、砂糖は必要ございません。卵と牛乳、こちらの2品ボウルに入れて混ぜてください。それでできた卵液にですね、こちらのカステラ片面をですね、5秒間ずつ、浸した後にフライパンで焼いてください。5秒以上浸しますと、ちょっとカステラが崩れやすくなりますので、ご注意くださいませ。フライパンでですね、こんがりきつね色になるまで焼いてください。焼き上がったら出来上がりです。カステラのですね、砂糖が溶け出しまして、外側はパリッと、中はふんわりと、美味しいカステラがですね、より一層美味しくお召し上がりいただきます。ぜひ一度お試しいただければと思います。カステラいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。